火止めちゃったらもう会える。大胆に、そして繊細に。どうも皆さん、今日は今回は簡単なレシピでいこうと思います。簡単でかつめちゃくちゃ美味しいレシピ、その名もネギ豚です。これがですね、とんかつ用の豚ロースってあるじゃないですか。あれってまあポークソテー、トンテキとかとんかつ以外にあんまり使わないじゃないですか。でもどこのスーパーでも売ってるんですよね。でそれをどうにか美味しく食べるやり方は、他で美味しく食べるやり方がないかと思って私考えました。でそしてたどり着きました、ネギ豚だと。これはね、もう本当に焼くだけでめちゃくちゃ美味しいんです。うまい肉食いてっていう時にですね、非常にいいレシピですんで、作り方紹介したいと思います。リュウジのバズレシピ。まず長ネギです。長ネギね。そして豚肉です。ロースのとんかつ用ですね。まあ、結構これボリュームがあるやつなんで、2枚です。 300g ぐらいのやつなんですけども、まあ 250g とかのもんでも構いません。ちょっと脂身が結構ついてるやつの方がジューシーで美味しくなります。じゃあ作っていきたいと思います。今回はもう非常にシンプルなものでございます。シンプルイズベストということですね。今回はそのシンプルイズベストってなんだろうっていうことをテーマにですね、語りたいと思います。もうシンプルですよ皆さん、シンプルにいきましょう。シンプルイズベストハイボールを飲んでいきたいと思います。じゃあ皆さんご紹介ください。いくぞー。1ということでやっていきたいと思います。まずね、長ネギこれね、切っていきたいんですね、これね。で最近の僕のみじん切りしていくんですけども、みじん切りの切り方はね、結構ねこんな感じでやってます。はい、蛇腹にして切るっていうやり方ですね。ここに全部斜め、包丁入れますね。で逆向かして、ここでまた、逆側にねこうやって切れ目を入れていくんですね。はい、で長ネギはね、この青いところも使っていただきたいんですけども、青いところは砂が噛んでる場合もありますんで、まあよくね洗っていただくと非常にいいかなっていうふうに思いますね。はい、トントントンと、はい、トントントンと、こんな感じでね、やっていきたいと思います。こうすると長ネギのみじん切りが、まあ、非常にですね、短時間でできるっていうライフハックね、伊藤家の裏技になります。はい、でこんな感じでみじん切りしてください。みじん切りにしたネギはですね、こっちに移していきます。ネギあげますから。で、豚肉なんですけども、これね切り方はね簡単でございます。こうやってね、ね、もう1センチ幅ぐらいでこうやって切っていく。とんかつ用の肉、あ、そう、そんな、あ、そうやって切っちゃうんだっていうふうに思ったと思うんですけど、そうです。この切り方が美味しいの。こうやって切るとね、非常に筋切りもねちゃんとねできてね、非常に柔らかくいただけますし、肉感もねすごい出る切り方なんでね、スティック状に切るっていうの非常に重要でございます。はい、はい、うんね、塩コショウをします。ちょっと序列が回ってないとね、聞きづらいっていう、もう真面目にこの酒の前でちゃんと真面目にやれっていうことをよく言われるんですけども、分かってます。はい、そしたらパラパラっとこの小麦粉、薄力粉ね、振っていきます。パラパラっと全体振ってください。ほんと適量、まあ大体ね、大さじ小さじにすると大さじ1半ぐらい、振っていただくといいかなっていうふうに思います。全体でまんべんなく振る感じですね。これをすることによってお肉のねコーティングされるので、非常に柔らかくいただけるっていう寸法ですね。はい、豚肉の水分をね保湿してくれるんですね。なんで非常に柔らかく仕上がります。もうちょい振ろうか、もうちょい振ろうか。はい、これぐらいですね。はい、全体がまあなんか粉吹いてる、感じに、なったら大丈夫でございます。はい、なんと下ごしらえはこれだけでございます。じゃあですね、ここにサラダ油でももちろんいいんですけども、あればラードを持ってる方いらっしゃると思いますので、今回ねラードで炒めたいと思います。もちろんねサラダ油で炒めていただいても構いません。ただねラードで炒めるとね、さらにコクが増すってことですね。ラードっていうのは豚の油ですんで、豚肉との相性非常に良いです。はい、ラードが溶けました。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じですね。パリッと焼いていきます。はい、これね、スティック状にやってるんで火の通りすごく早いんですよ。でね、非常にこの小麦粉をはたいてるんで外面結構カリッといきます。
まそうですね、これこれぐらいでですね、火が通りましたんで、ここに長ネギをもうバーッと入れます。はい、そしたらね、塩をね入れていきます。マナブが小さじ3分の1で、ここで下味、あと足の素1、2、3、4、5、6振りです。はいはいはい、でここで火止めます。火止めちゃったらもう和えるね、こう余熱で仕上げる。はい、で、そうすると、このねネギがね、この豚に絡む絡む、この感じですよ皆さん。はい、盛り付けいきましょう。じゃあ盛り付けていきます。まあスティック状なんでね、はい、火が通ってるかどうかはね、皆さんでね、あのコップで確認してくださいね、これね。はい、火の通し方っていうのはね、何分で火が通るかとかではなくてですね、自分でね判断する必要がありますんで、肉の大きさとかね、肉のあのもう冷蔵庫から、出して何分か、肉自体の温度がどれぐらいだったかっていうのはその時によって違うんですよ。火が通ったかどうかはご自身で、確認していただくように、してくださいね。でここにネギ豚と一緒にいただくんで、もうこの大量ネギをもうここにもうぶわっとね、ネギだれのごとくね、これはね、豚の脂が非常に染み込んでおりますんで、非常に美味しく仕上がっております。で、ここにレモンね、レモン絞っていただく。レモンと非常にね、ネギ塩ですから、レモンと非常に相性がいい。あと、黒胡椒ね、大胆に、そして繊細に、そして鮮やかであり、ダイナミックに、そして繊細なんですね。はい、ということで、もうね、男の料理でございますね。こういうのがうまいんだよ、ネギ豚。クイズボバザネ、ということで、本日は旬のネギをたっぷり使った、ネギ豚でございます。いただきます。いただきます。どうも、松岡隆三です。じゃあ、いただきましょうか。うまっ。豚の一番うまい食い方じゃないこれ。すげえうめえ。スティック状に切った豚がすっごい柔らかジューシーで、でそこにこのネギが少し火が通ってて、ちょっとシャキッとさも残って、この甘さが全体に絡んでめちゃくちゃ美味しい。じゃあ味変でレモンね、入れたいと思います。もう一回。間違いなく豚の一番うまい食い方だよ。あまりにも簡単すぎるね。あまりにもうますぎる。じゃあ2代目食いしん坊。食いしん坊、何代目食いしん坊する？2代目。はい、次の。いただきます。いただきます。うまっ。食いしん坊の下に合いますね、これ。ネギやっぱいいですね、このネギ塩だれ。シンプルイズベストなんですよね。これ何がいいかってね、ネギの香りを抜群に生かしてるんですよ。うまい。後からかけるパターンもあるじゃないですか、うん、ネギ塩だれ一緒に炒めるって。やっぱりそう、ちょっとね、火入れた方がね、甘み出てすごい美味しいの。甘み浮きです。そんな言われても辛みも程よく抜けて、そう、ブラックペッパーの辛みもすごくいいでしょ。これなんですよ。で、ここでね、ある爆発的なものを入れると、シンプルだからすごく、そう、これの威力が、うわ、一気にまた変わりますね。うわ、うまっ。味変が無限だよ、もう、もうね、これでいい。もう酒は、もういいじゃない、今日これで。次スマスマが、始まるから、うん、ロートもしてもらえる。あ懐かしい。はい、これからスマスマ、あのビストロスマップが始まりますので、よろしくお願いします。今日のこの豚は産地はどこですか？これは産地を知らない。産地はどこですか？パリ、あれかな、芋豚かな、千葉かな。